死の衣装は汗で湿っていた。つまりつい先ほどまで誰かが着ていたってことだ。お姫様は人違いで騎士を好きになってしまった。でも舞台上の有沢さんは何かに気づいていた様子だ。一体何に気づいたんだ。橘さんはもともと騎士の代役だったらしい。殺された橘さんはもともと騎士の代役だった。楽屋にあった騎士の衣装は汗で湿っていた。そして騎士とお姫様が出会ったあの場面、お姫様役の有沢さんの驚きようは決して演技なんかじゃない。あの時お姫様が予想もしなかった何かが起こったんだ。中山さんは、殺された橘さんは汗をかいていなかった。騎士として舞台に出ていたんだったら少しぐらいは汗をかいても良さそうなんだけど。ナイフは両手で柄を握っていた。この握り方だと押す力は出ないはずだ。橘さんは楽屋で衣装を脱ぎ散らかしていた。衣装の畳み方に文句を言うような人がどうしてこの時だけ無造作に脱いだんだろう。被害者の橘さんは神経質なのに楽屋にあった衣装は脱ぎ散らかされていた。直前まで舞台に出ていたはずの遺体は全く汗をかいていない。遺体のナイフの握りはナイフを抜こうとしたような握りになっていた。もし橘さんが開演前に殺されたのなら第一幕に出ていた騎士は違う人が演じていたってことになる。今はここ、今は確かあれは佐藤刑事が持っているはずだ。あら、コナン君、どうしたの？あのさ、第一幕で佐藤刑事が掴んだ折れた剣先って持ってる？ええ、持ってるけど、どうするの？高木刑事が調べてみたいって言ってたからちょっと貸してほしいんだ。高木くんが？しょうがないわね。別になんてことのないただの小道具よ。やっぱり剣が折れやすいように切れ目が入っている。
あれ？この剣先、こんなところに線が入ってるよ。え？あら、ほんと。何かしら？なんだか削った跡みたいだよね。削った跡って、初めから折れやすいように細工されていた。鑑識さんに詳しく調べてもらった方がいいかもね。そうね、その方が良さそうね。よし、あとはあの折れた剣の柄の方が見つかれば。まだあの人の手に渡ってねえだろうな。今はここをし、お姫様役の有沢さんの楽屋だ。たくさんの花が飾られている。おかしいな。この辺に投げ捨てていたはずなんだけど。仕方ね。スタッフの人に聞いてみるか。ねえお兄さん。おや、坊や、今度は何だい？仮面騎士が捨てた剣の絵ってどこにあるか知ってる？剣の絵？ああ、立花さんが折ったあれか。一幕の間は確かに袖口に転がっていたんだけど、幕間に拾おうとした時にはもうなかったんだよ。そういえば、さっきここで会った中山さんにも同じこと聞かれたけど、あの人も聞いたってことは、まだ処理されずにどこかにあるんだ。だけど、一体どこに？剣の絵が転がってるとき、誰かそばにいた？誰かいたような気もするけど、よく覚えてないな。そっか。役に立たなくて悪いね、坊や。さてと、こっちは仕事仕事と。なあ、まだまくって開けたらダメなのかな。閉めたままだと片付けが大変で。恵子さん、警察の捜査が終わるまではこのままにしておいた方がいいって言ってたけど、参ったな。舞台の幕が降りているのは有沢さんの指示だったのか。妙だな。なんで役者である有沢さんがそんな指示をするんだ。待てよ、あの人が舞台上で見せたあの表情、もしかして剣の絵はまだこの舞台のどこかに。何か落ちてねえのか。舞台から周りを見ても何もねえぞ。舞台から周りを見ても何もねえぞ。舞台から周りを見て、何か落ちてねえのか。何か
舞台から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 周りを見ても何も何か舞台から舞台から周りを舞台から周りをあった。よし、これで全ての証拠が揃ったぜ。あとはこれらを組み合わせて推理するだけだ。